かかることを思いつつ、いつしか九段坂の上に立った。長むれば、夜のとは却下に展開している。神保町の塔下が闇の中からあふれ輝いて、まるで鉱石の中からダイヤモンドが露出したようである。自分は坂の上下を見回した。金子が多分、ここらで自分を待ち合わしているんだろうと思ったのである。が、誰もそれらしいものは見えなかった。 大村銅像の方をも探してみたが、人一人犬。約三十分ほど、九段坂の上にいたが、ついに、彼の家に行ってみることにした。彼の家は富坂の近くにある。小さいが美麗な住居である。家の前へ来ると警官が出入りしている。驚いて聞くと、金子は自殺したのだという。すぐ飛び込んでみると、 六畳の室に金子が友人に三人と警察の人々とに囲まれて横たわっていた火箸で心臓を突き刺して死んだのである二三度突き直した痕跡があるその顔は紫白色を呈しているがさながら眠れるようである医師は泥水で精神錯乱の結果だろうとした自殺者の身体には華々しいアルコールの香りがあった 時刻は今しがた通行者が苦痛のうなり声を聞きつけて、それから騒ぎになったのだ。何の遺書もなかった。が、自分にはさっきの電報が一層不思議になった。時刻から考えると、金子はあの電報を打って、帰ると、すぐ死んだものらしい。自分はそっとまた、九段坂の上へとって返して考えた。電報の 1> 1というう。数字は何を意味するのであろう九段坂のどこにそんな数字が存在しているのであろう見回してみるに何もないふと気がついた九段坂の面積中で300以上の数字を合っているものは一つしかないそれは坂の両側上下についた溝の石蓋であるそして初め上から見て右手の方の石蓋を下へ向かって数え始めた そして第301番目の石蓋をよく調べてみたが何も別段以上はないことによるとこれは下から数えた数かもしれない石蓋は全部で310枚あるだから上から数えて10枚目が下から数えて301枚にあたる駆け上ってその石蓋をよく見ると上から10枚目と11枚目との間になんだか黒いものが見える引き出してみると 一個の黒い油紙包みであるこれだこれだとそこをつかむ野宙を飛んで家へ帰った包みを解くと中から一冊の黒表紙の文書が現れた読み行く中に自分は初めて彼金子英吉の正体を眼前にしたその正体こそ世にも恐ろしいものであった彼は人間ではなかった彼は悪魔であったと自分は叫んだ 読者よ、自分はこの文章を今読者の前に発表するにあたってなおまだせ密つの身に残れるを感じるのである。以下はその文書の全文である。